それではただいまから、NTT コミュニケーション科学基礎研究所、西野正明様のご講演です。タイトルは、組み合わせ爆発を乗り越える最先端アルゴリズム技術とその実装です。でこんにちは。私は NTT コミュニケーション科学基礎研究所の西野と申します。本日は、組み合わせ爆発を乗り越える最先端アルゴリズム技術とその実装という題目で、えっと、発表させていただきたいと思います。 このように組み合わせ爆発とは問題のサイズに対して考えなければならない組み合わせの数が指数的に増加する現象のことを指しています。私たちのアプローチは一言で言いますと膨大な数の組み合わせを小さく圧縮するということを行うことによって問題を解くという方法となります。 私たちの技術は、この組み合わせ集合を決定グラフ、二分決定グラフと呼ばれる表現方法を使って表現することによって問題を解くという技術となっております。この二分決定グラフを使うことの特徴は二つあります。一つは、組み合わせの集合を圧縮して表現することができるという点です。でもう一つの特徴は、圧縮したまま様々な計算を効率的に実行できるという点が挙げられます。 これは190億通りの個体を1秒以内にすべて発見できているということになりますので、まあ、非常に高速に動作しているということが分かるかと思います。今、3LDK の間取りについて、えっと、部屋を配置する方法というのを実はもう事前にすべて計算してありまして、これがえっと17億通りですね、17億通り以上あるというのをすべて今計算して、で圧縮して保存してあります。すべて保存してありますので、このように順番に並べていくということも、えー、眺めていくこともできますし、 またここでですね、いくつか条件を指定してその条件を満たすものを取り出すといったこともこれ今あのリアルタイムで計算しているんですが、えっと、可能となるようになっております。 で研究成果を活用するためには、やはりそのソフトウェアとしてまとめ上げるというところに、またえっと特殊な技術が必要になってくるんですけれども、その部分っていうのは、なかなかえっとお願いできるところ、人っていうのは限られてくるんじゃないかなと思っております。その中でも、数理システム社は、最先端アルゴリズムの実装に必要な資質を備えている、非常に貴重な、重要なパートナーであるなと,えっと感じております。